営業妨害よ、それ営業妨害だろ。最初耐えてる、耐えてる、弱いよ、弱いよ、復元広告されますよ。うわほらほらやばい、やばいよね。これもう本当に 0. 何パーセントしか使ってないですよ。え本当にやれば髪にぐっちゃりですよ。ぐっちゃりが、いや、ぐっちゃり、今からぐっちゃり、ぐっちゃり、ぐっちゃり、リアルにやばい、ほんまに。いやいやいや、本当に冗談抜きで、冗談抜きです。分かりますね、でも話してて、ちょっと顔が不思議、マジの顔してるんですよね、高橋先生。全然面白くないですか。いや、むしろ面白いですけど、雰囲気に強さ出てませんか。確かに確かに、風貌に。これ波をねやるっていう、これはウェーブ、ウェーブだから、ウェーブだと握手で人の首折れます。え握手と折れるわけないと思いますね、はい、じゃあ今から首の骨折っ、それだったら首の骨折れるんじゃないかって分かるぐらいだったらいいんじゃないですか。ああなるほど、分かるぐらい、分かるぐらい、何がいいって。そう、さすが、さすが、要はそういうことっすか、うん、そういうことっすね。だからもう波動みたいなもんっす、なんかもう、え、そう、漫画の世界ですみたいな、漫画の世界、これだって現実であるってことね。あります、すごい。だから自分に握手を求めないでください。本当に一回だね、握手する、はいはい、握手、徐々にね、まずね、肘に上を送る、はいはい、肘に送る、これ肘に投げ送る、はいはい、肩に送る、首に送る。マジでギビって言えない。なんでですか。折れちゃうんです。いやいや、でしょみたいな。これが忍術ですよね。やばいやばい、これ忍術なんですか。やっぱり日本で、やっぱり忍者って技は表に出ないですよね。そうですね、出さないようにみんな隠して、そうそうそう、これどこでだろうっていうのは、まあ、いないんですよね。けど自分の師匠のゼロレンジの創始者の皆川先生という方にこのウェーブは習ってるんですよ。ウェーブ使うのめっちゃ難しいんですか。使うの難しいですね、マスターになるとかなるとほとんどいないんですよね。マスターになるのは試験があるんですか、それとも先生、先生認められないとダメです。ウェーブができたら握手が出て、首とかボールとか何でもできちゃうんですよ。例えばさっきのスピードが例えばよくこのブルースリーとかで、例えばやーってやるじゃないですか。ウェーブでやるとこの肩甲骨だけで打つんですね。すごい。で、こいつものなんですね。これのこのスピードになって、これを例えばこう受けたいな、受けたいなと。やだやだ。今度肩甲骨をこっちから回して逆回転させる。え？もっと面白い映像になると思いますよ。こっち。え？え？わ。え？このスピードの下にいますか？やっぱ腰が見えないとかって言うじゃん、はい、本当に見えない、マジで見えない、よく分からない。どういうことですか、さっきの。いや、もう見えない、ほんまによく分からない。もう一回、もう一回いいですか、ちょっと説明から、なんか、怪我はしない、怪我はしない、怪我はしない、当たんないってことですよね、当てない。例えば、だってこの多分1のスピードでも手出せれないですから、はいはい、本来は。けど、それにこれ、可変って言って、一度肩甲骨を回したことによって、波で手が出たら、ハードされたなと思った瞬間に、こっち殴ってるってこと。あ、これは当てた、じゃあ、もう一回じゃあいいですか。いや、スローで、スローでいこう。いきますよ。うわぁ早すぎる。すごいすごい、マジですごい。やっぱマスタークラスやといけないですね。先生以上のマスターはいないですか、日本の。師匠です、ね、師匠。でもナンバー2ってことですね、今。そうですね、すごいな、すげえ人だよ。けどみんなそれぞれ特殊な一個ずつがこうあるんですよ、はい、得意な技が違うんで、腰の技でいくとウェーブが一番得意なんですよ。例えばスナイパーナイフが得意な人や、はい、ナイフが得意な人やとか、はい、みんなそれぞれ一人一芸みたいな。坂口先生が思う最強の格闘技って何なんですか、まあ、一番強い格闘技って何なのかっていう、そこの話になると格闘技と腰の技はもうジャンルが違うんです。不思議なんですけど、格闘家はリング上がるために頑張ってやるじゃないですか。けど俺たちの世界っていつ何時でもやれなきゃいけないじゃないですか、はい、だから師匠もそうですし自分もそうですけど、基本的にいつも先のタブコでバッドポジションを作るんですよ。ポロポロにしとくんですよね、はい、そうすると筋肉じゃなくて体やらかく使えるようになって、
ていう、だから格闘家とはこんな離れてるんですよ。逆に言うとリングでじゃあ世界チャンピオン戦えって言われたら多分負けると思うんです。5秒かえて、まあ、1秒以内で倒せなかったら負けですよ。まずならば、まあ、バットコンディションですよ、いつも。なるほどなるほど。はってなって、はい、もう倒してってなると思う。路上が立ててるってことですね。そうそうです。ほんとバックの世界だな、これ。まさにもうもうナイフなんかついてきてくれたありがとうございます、いただけるんですね。銃でついてきたら、あ、銃もらえるんですね、ありがとうございます。じゃあ銃を避けるやつとかも見ます。あ、銃避ける、避ける、ね、来たみたいな、銃避ける、避ける、避ける。じゃあヒカルさん、場所あっちに移動します。飛びながらやるの。